はい、松戸しおり NHK をぶっ壊す。平成30年、2018年の8月の7日夜中の0時40分であります。明日というかもう今日ですね、今日も、火曜日、NHK 撃退シールの発送のボランティア、そして、明日何駅だったかな、ごめんなさい、明日ちょっと駅の前を今把握してませんが、松戸市内の駅でまたビラ配り、これにね、関さんのビラも出来上がっております。そして立候補予定の関隆一のですね、ビラも出来上がっております。NHK から国民を守ると現在、6人の議員で、皆様を守りさせていただいております。ね、1人本当にやる気のない議員がいるのが残念でなりませんが、まあ仕方がないですね。そんな中ですね、今日は、NHK の意義っていうものについてちょっと話をしていく中で、災害は NHK というのは嘘であるということについてお話をしていきたいと思います。よく NHK の受信料の話をするときにですね、まあ災害が起こったら NHK 見るからなとか、災害の時はやっぱり NHK という言葉を言う人が多いんですが、ちょっと冷静になって考えていただきたいと思います。まずですね、災害、地震、津波、台風、大雨、こういう災害の取材をしているのは NHK ではなくて気象庁なんですよ。ここをまず大きく間違っている人が多いんじゃないでしょうかね。 NHK は災害の取材というのはほとんどしていません。どこどこの屋上カメラが揺れる模様ですとかっていうか、あの地震の時にね、 NHK のその放送局の中のカメラとか、まあ放送局の上につけたカメラが揺れるのを、まあテレビで出してますけども、あれぐらいですよ。全国いろんなところに、例えば地震であれば震度計、気象であればその温度計とか風速計とか、あと宇宙にね気象衛星なんか飛ばしてますけども、全部気象庁なんですよ。年間500億円ぐらいの予算でやってます。 NHK の予算が7000億円ぐらいですから、気象庁は NHK が使う年間の予算の14分の1ぐらいで地震や津波や大雨、台風などのですね情報をくれるわけですね。国民に情報を発信してるわけです。その大元のデータを作ってるのはとにかく気象庁だということですね。で、気象庁が入手した取材をしたデータをですね、NHK に直接ファックスをしたりとか、今はもう多分パソコンでつながってると思うんですけども、気象庁はですねこれをNHK に伝えるわけですね。もちろん民放テレビなどにも伝えます。全国の地方、まあ、自治体にも伝えるんですが、一次情報を作っているのは気象庁なんですよ。で、昔はこれを情報を入手しても伝える方法がなかったんです。国民に伝達する方法がなかったからラジオが普及し、そしてテレビが普及したと。その後テレビになったと。で、今はご存知の通りインターネットなんですよね。で、この今ね、地震が起こる前に気象庁を教えてくれます。J アラートっていうのがありますよね。 J アラート、地震が来る前にもうけたたましい音でね、電源を切ってない限りはマナーモードにしてても音が鳴るんですよ。地震、地震とか津波、津波とか教えてくれますよね、この携帯電話。ですから NHK を一旦これ情報を返して NHK、 これから国民に知らせるわけです。これまあ民放も同じなんですけどね、民放のラジオ局、テレビ局、気象庁が NHK に情報を出して NHK がそれを国民に放送によって伝えるっていうのはロスがあるんですね。でも気象庁は直接この J アラートに、これ J アラートは総務省がやってるんですけども、まあ J アラートに情報を出すと J アラートからも直接国民にこう行くわけですよね。
で、こういう時代において災害は NHK っていうのはもう完全に嘘なんですよ。必要ないんですよ、 NHK は。それはね、パソコン使えないとか携帯電話の持ってないお年寄りが大勢いるっていう人もいるでしょうけど、そんなの地震が起こったらいろんな人が携帯電話スマートフォンで情報を入手してどこどこに逃げましょう、今から台風が来てます、地震が来ました、津波が来るよっていうことは、こんなのはテレビを見てても遅すぎますよね。またいろんな人が口コミでネットの情報をですね、近所にいる人たちに教えていきますよね。だからもうね、災害は NHK が強いっていうのは大嘘だということですよ。で、その災害のこの速報ですよね、情報っていうのは速報だけじゃありません。地震が起こったらこれから地震が来ますよ、津波の恐れがありますよ、津波が30分以内には来ますよっていう速報だけじゃなくて、その後ですよね、災害が起こりました、今回も大雨で西日本、ね、各地で、被害が出ていますが、災害が起きた後の災害情報ってとっても大事なんですよね。どこに行けば薬をもらえるのか、お水をもらえるのか、食べ物をもらえるのか、今だったら暑いですからどこに行けばクーラーに当たれるのか、クーラーがある施設に行けるのか、寒い時には防寒具、毛布などがどこに行けばあるのか、そういうことを教えてくれるのは NHK ではないんですね。もう完全にインターネットです。市区町村、そのお住まいの市区町村がインターネットを通じて皆さんに情報の提供しています。もちろん市区町村という公のところだけじゃなくて、一人一人が、その被災地にいる一人一人が、ここは無事です、逆にここは2階まで浸水してきているので助けてくださいということを、いろんな人がね、その当事者がネットで情報を発信できるんですよ。今回インターネットを使ってツイッターや、ツイッターとか LINE を使って、救助を求めた人も大勢いると聞いていますが、もうね、 NHK はあまりにも範囲が広すぎて意味がないんですよ、 NHK の情報って。例えば阪神大震災の時に僕は先頭に立って3日ほど寝ずにですね、3日未満寝ずに仕事をしましたが、安否情報なんて NHK でやっても意味ないんですよ。もうね、本当にこんなことしててもう自己満足っていうか、もう意味ないなと僕はずっと思ってたんですが、教育テレビで誰々さんはどこどこに避難してますっていうのをこう紙に書いてね、テロップに、それを延々とずっと流し続けるんですよ。いやいや、そんなのじーっとね、3日間とか見て自分の知り合いが無事かどうかを確認なんかできないでしょ。いや、もう全く意味のないことをしてるわけですよ。そういうことを NHK は、そういうことしかできないですね。でも今のこのインターネットの時代になるとですね、誰がどこにいるのかっていう情報がちゃんと掲示板で見れるでしょ、ネット上で。安否の確認や、ね、情報、その震災にあってから、被害にあってからの情報、どこに行ったら仮設住宅を申し込めるのかとか、もう全部インターネットで出てくるわけですよ。だから災害は NHK というのはもう全くの嘘です。もう時代遅れです。もうこんなこと言う人はもう頭おかしいとしか言いようがないですよね。時代が分かってなさすぎで、その災害の時に気象庁は情報を出します。それ以外に消防署の隊員、この人たちは実際救助に行きますよね。まあ亡くなられた方の遺体の収容ももちろんされていらっしゃいます。消防、そして同じく警察、そして自衛隊、こういう人たちは災害の時に命を張って、その災害、被害を受けた人を救いに行きますよね。だから災害は気象庁や消防署、警察官、自衛隊、自衛官のは役に立ちますけど、 NHK って今何の役にも立たないんです。被災地に行ってガソリンを使ったり、宿を独占したり、弁当を食ったりして、邪魔なんですよ。むしろ NHK なんかが行ったら、被災地に行くと、もちろんこの現場で働く以外、現場というかもちろん公務員、各地方自治で働くですね、自治体で働く公務員の皆さんも、俺命がけでやりますよ、仕事で。それを邪魔してるのが NHK ですよ。この間もありましたよね、なんか
大阪で地震が起きた時にね、あの小学校の校庭に勝手にカメラを映そうとしたら、学校の先生に子供たちの顔を映さないでください、許可取ってくださいとかで注意されてましたよね。あの僕が NHK に行った時にあのこんなことがありました。神戸で、被災された方が、神戸市では寝泊まりができないので大阪市内のホテルに歩いて来られるわけです。でも NHK のスタッフが全国から大阪に集結しているために、大阪市内のホテルを NHK のディレクターや記者が押さえてるわけですね。予約してるわけですよ。でそれゆえに被災した神戸の人が泊まれないんですよ。ホテルからも苦情が来まして、 NHK さんはしかもほとんどね、撮るだけ撮って使わないんですよ、夜通し仕事するから。でそれでホテルから苦情が来て、僕当時の副局長に、大阪の副局長にホテルから苦情が来てるから、ホテルを取った以上は泊まってくれと必ず。で、あのスタジオにね、大きなスタジオに布団を敷いてるから、その2日3日ぐらいだったら、あの布団でね、あのスタジオで寝てくれと、いちいちホテル行かなくても。だって東京とか全国から、その被災地じゃないところから来てる人たちっていうのはまた家に帰ればいいわけだし、別に NHK の局内にはシャワーもちゃんとありますから、本当にね、迷惑なんですよ NHK って。だから災害の時に NHK が必要だとか言ってる人は本当におかしいっていうことを皆さん理解をしてもらいたいってことですね。まあこれ以上言わなくても、これ YouTube 見てる方は分かると思います。災害の時に NHK が必要だということがないと、もう時代遅れすぎるということですね。本当に今はもうね、インターネットですよ。あの熊本のね、地震があった2年前かな、あの時も熊本市役所の人にこの間行って聞きましたけども、やっぱり連絡手段は LINE がつながるそうです。 LINE、Twitter で安否確認、職員の安否確認をして、連絡も電話もつながらないんで、情報はインターネットで、その職員とのやり取りとか、職員の安否とか、その情報の交換、そして市民に対しても情報の発信はやっぱり LINE とか Twitter がすごく効果的であって、NHK の報道によって、こういうメリットがあったっていうのは一切聞きません。ということでね、あの NHK なんてなくても困らないですよ。ちなみにアメリカには公共放送なんてありません。正確に言うと、まあアメリカにも公共放送があるじゃあるんですけど、このは受信料制度は取ってません。もちろんイギリス BBC 以外で受信料 100%、 ほぼ 100% 受信料で運営している公共放送っていうのは、日本の NHK とイギリスの BBC だけで、いわゆる欧米諸国、まあもちろん欧米だけじゃなくて、それは南アメリカであろうが、アフリカであろうが、東南アジアであろうが、公共放送がある国って、日本とイギリスだけなんですよ、この島国だけ。だからもう NHK なんてなくても全く問題ないということを、ぜひ皆さんにご理解をいただいてですね、 NHK がなくても、今インターネットの時代ですから、 NHK に受信料なんか払ってる暇あったら、そんなお金があるんだったらね、家族にスマートフォンを全員持ってもらって、災害の時にね、家族間で安否を確認できるようにする方がやっぱり優先するものだと思います。以上です。松戸市より NHK をレッコアース。